フレーム形式。フレーム形式とは、自動車の構造の技術。自動車の車体構造は、セパレートフレーム、アンセパレートフレーム、ユニコンストラクション、モノコック、ユニボディに対別される。ボディオンフレーム、とも呼ばれ、単にフレーム型、フレーム構造とも言われる。堅牢なフレームを作り、そこに別に製作したボディを乗せる構造のこと。フレームは、エンジン。 トランスミッション、車軸、サスペンション、車輪など、ドライブトレーンを支える役割があり、多くの場合これのみでの走行も可能である。これは、自動車の始まりから現在まで続く基本的構造である。最初のフレーム材料は、木製で、一般には、トネリコが使われた。これは1900年頃より、一般に鉄製に置き換わった。その線区は、1900年のであるが、 ごく一部の小型軽量車両ではその後も1930年代まで軽量化を主目的に木製フレームが使われていた。モーガンでは今もトネリコを使い続けている。米国では自動車のデザインを頻繁に変更する販売スタイル、計画的陳腐化をとっており、ボディ設計自由度の高い、はしご型フレーム、ラダーフレームを使用する時代が長く続いた。 これにより消費者に一番アピールするボディスタイルとインテリアが車の基本性能に影響を与えることなく頻繁に変更できるため設計、開発期間の短縮によるモデルチェンジのコストと新型車の販売価格を低減できた。また、このことは同じ車種から乗用車とトラックバンなど異なる車種を容易に制作できることになり、モデルの多様化にも貢献した。特に、 自動車開発がコンピューター化されていない時代には、この点が大きな優位性を持っていた。第二次世界大戦後、航空技術者の自動車産業界への進出により、小型車の多くは1960年代より、モノコック構造に移行しており、トラック、一部のバス、大型乗用車のみが、従来型のフレーム構造を踏襲していた。移行には、数十年を要したが、今日では、 SUV と言われるカテゴリーに属する車両でも、モノコックが採用されるケースが増えている。しかしながら、重量物を積載する、ヘビーデューティーな車両では未だ、セパレートフレーム構造が主流となっている。フォード社のリンカーンタウンカーは、ラグジュアリークラス最後のセパレートフレーム構造であり、リムチン車両製作では、車体仮想の容易さから、多くの需要がある。ラダーフレーム。 または、H 型フレームとも言われ、その名の通りはしご状のフレーム。製作と強度確保が容易で、歴史も長く、現在でも採用例が多いなど、セパレートフレームの代表とも言える。前後に通る2本のメインフレーム、サイドメンバーの構成には、求められる仕様によって、この字型の階段面と、路のの字型の平段面、それを組み合わせた、部分階、平段面とがある。 この他に、板厚や断面積の変化、左右をつなぐクロスメンバー、はしごの段に当たるや、接合部を補強するリーンフォースメントで強度や合成の調節をする。強度に優れ、車体下層が容易なことから、トラックのほとんどが採用しており、それらをベースとした一部のバスや SUV にも用いられている。歴史的に見ると、その初期には、前身となる、 木製フレームの構造を受け継ぎ、一直線上のチャンネル型鋼が使われていた。ストレートなチャンネルフレームは、強度確保や加工は容易ながら、上下に動く車軸と干渉しないようにするという価が高くなる欠点があるが、トラックでは実用上の問題とならないため、現在でも広く用いられている。バスや乗用車、一部の小型トラックでは、ストレートフレームが、 主流の時代には5車軸をフレーム下ではなく髪型に取り付けるアンダースラング構造で低消化を図った事例もあるが1930年代以降は後輪周囲のみを一段持ち上げてフレーム下配置の5車軸サスペンションストロークを確保したキックアップ構造が主流に用いられるようになっているそれでもメインフレームやサイドメンバーが床下にあるため 乗用車での床高は完全な解消が難しく、またゴムブッシュを介した、車体締結は低級振動が発生しやすいため、乗り心地の点で、モノコックボディに対して不利となる。日本のレントケン車では、大型検査機器の重量に対応するため、はしご型フレームのトラックにスケルトンフレームを追加して、製作されている。前後軸間の車体中心線上に背骨を配し 動力やサスペンションをそれに取り付けるもの。1900年頃のアメデーボレー2世が小型試作車に採用したのが講師であるが、一般に普及したのは1924年のタトラ T11 での採用以後である。この T11 ではたった1本の丸交換に、サスペンション、エンジン、トランスミッション、デフが取り付けられており、プロペラシャフトまでもが内蔵されている。 はしご型フレームよりも軽く簡潔ながら、ねじれに強く、ボディ形状に左右されずに、サスペンションやドライブトレインを自由に設計できる利点があるが、自動車が低床化されてくると、室内スペースが大きなフロアトンネルに取られるデメリットが、顕在化したため、以降は、競技車両やスポーツカーに見られる程度となっていった。第二次世界大戦後では、アルピーヌ A110 や、 ロータスヨーロッパが代表例である。また、ロータスエランやジャガー E タイプトヨタ 2000GT が採用した前後サスペンション部分を二股に開いた X 型フレームもバックボーン型に分類される。X 型は1930年代にバックボーン型から派生したもので、その先駆はメルセデスベンツの小型モデル各社あった。バックボーンの類型で背骨と 床板を一体化したもので、強固なフロアパンに動力とサスペンションが取り付けられている。フロアパンにも、応力を負担させることで、バックボーンの断面積を抑えることができ、低消化に有利となった。フレーム単体での走行は可能であるが、上記の2例に比べ、完成後のフレームと車体の分離は容易ではなく、通常は修理のためにボディを剥がすことはない。 タトラやホルクスワーゲンの一連のリアエンジン車や930型までのポルシェ911、シトロエン 2CV、ルノー 4CV などが代表例。日本ではトヨペット SA 型が知られている。1930年代に自動車のフレーム構造がここまで進化すると同時期に実用化されたモノコック構造の構成ボディがプラットフォームフレームと併用されるようになり、 車体とフレームの組み合わせで、セミモノコック構造を構成するに至った。これは、やがて第二次世界大戦後の乗用車における主流設計となった、フルモノコック構造へと発展した。ここでの、セモノコックと、フルモノコックは、航空機の分野での、セミモノコックとは全く異なる、用語法なので注意。ペリメーターとは、周囲、周辺の位。 ボディフロアの周囲にフレームをつけたもので中間にメンバーを通さないためフロアを低くすることができる。しかしそのままではねじり剛性や曲げ剛性が低くなるためボディと一体化し応力の一部をボディに負担させることでそれを補っている。他のフレーム構造のものに比べて軽量でコスト的にも安く衝突時のエネルギー吸収ではフレームレス構造より ボディ変形を少なくすることができるというメリットがある。歴史は極めて古く1875年にフランスのアメデー・ボレーが開発した大型蒸気自動車ロベーサントに早くも採用されていたが盛んに用いられるようになったのは1950年代以降のアメリカ社がこのフレームとモノコックボディと組み合わせたセミモノコック構造を取るようになってからである。 非分解型のフレーム構造。スペースフレーム、空間骨格イコール3次元の骨組み。建築における、スペースフレーム、も参照。スケルトン、骸骨、バードケージ、鳥かごなどの別称もあり、単に、チューブラーフレームとも呼ばれるほか、ジャングルジムと例えられることもある。多数の象形交換を、応力の発生に沿った配置に組み合わせ。 溶接する方法で、カナダドルのワイヤーフレーム、線図、投資図を実体化したような見た目となる。古くは、丸交換を用いていたが、規格品の種類が増えた現在では、核交換が使われることが多い。なお、日本では、バードケージをバードケージと表記する例が散見されるが、ケージイコールケージは、カゴ、ゲージイコールケージは、規格、基準、計量機等の意味であり、 大規模な生産設備が不要で、モノコックに勝る強度と剛成が簡単に得られ、軽量でスペースを取らない点や、改造や修復も容易なことなど、利点は非常に多い。その特徴から、レーシングカーや少量生産のスポーツカーに採用例が多く、自作も可能である。短所としては、構造上光合成を確保しようとすると開口部が、 狭くなり横開き式のドアの設置が困難なることや、ロボット組み立てなどの大量生産に向かないことがある。フェラーリは、エキゾチックカーの中では、生産台数が多い部類に入るため、コストと生産性のバランスから、キャビン部分のみが、モノコック構造で、前後を、マルチチューブラーフレームとした構成長年にわたり、踏襲している。欧州ではバスにも古くからこの広法を用いており、 モノコックのように、車体形状や、開口部が、強度や合成に影響を与えることがないため、エンジンやドアの位置、窓の形と、大きさなどの自由度が大きく、2階建てや連接系を、はじめ、多彩なバリエーションを生んできた。日本では1977年、昭和52年に、日野車体工業によって、初めて製品化され、スケルトンボディの名が広まった。 同じ理由で、米国製の自走式、キャンピングカー、RV やモーターホームと呼ばれるものもほとんどがこの工法で製作されている。車体外皮は応力を負担しない場合が多く、アルミ合金や鉄の薄い FRP で済ませるものが多い。ロータス7とケーターハムスーパー7は軽量化とコストダウンのため関係を抑えており、一部の外販を応力部材として、 利用している。英語圏では、スーパーレジェーラとも呼ばれる。レッジェーラ、レガーとはイタリア語で、軽量を意味する語で、ミラノの老舗カロッツエリアである、トゥーリングが得意とし、特許を持っていた、車体工法。後半溶接組み立てのプラットフォームの上に、ボディ形状をかたどった、象形交換のマルチチューブラーフレームを立て、それに、 板金加工したアルミウス板の外板を被せ、アルミリベットで固定する構造を。車体表面のリベットや継ぎ目はパテで埋められる。鉄とアルミのイオン化傾向の違いにより発生する、電位差による電飾を防ぐため、フレームと外板の間には絶縁紙を挟み込んでいた。フレーム構造を持たないもの、モノコック、フランス語のモノコックから。 モノイコール一つの、コックイコール二枚以外のカラー、船体の位フレームレスボディの総称で、北米などでは、ユニボディとも呼ばれる。一般の自動車では、フロアパン、インナーフェンダー、バルカヘッド、ピラー、ルーフで応力を受け持つ。オープンボディの場合はベッド補強が必要となる。ねじれやたわみに強く、補助構造材を必要としないため軽量化が図れる。一方、 局部的に過大な応力を受けると破断しやすく、その部分だけでなく、モノコック全体が変形してしまう。自動車の場合、ミリ単位で、車体全体を修正する必要があり、歪んだままだと走行性能に悪影響が出る恐れがある。中古車情報誌や、中古車情報サイトにおいて、修復歴、または、事故歴、下の席項目の、ボディ修正装置でボディを修正した経歴の有無の、 項目があるのはこのためである。暴走族車両の改造例として、セダンのルーフをぶった切っただけのオープンカーがあるが、すぐに使い物にならなくなり不法投棄されることがある。これはルーフがなくなることにより設計時に想定されていない応力が発生し、モノコック全体が変形して悪影響が出てしまうためである。戦術の通り、市販されている。 オープンカーや祝賀パレード用などのセダン改造オープンカーは応力を計算した補強改造がされている。この補強のためクローズドボディとオープンボディが併設されている車種ではルーフがない分軽いというイメージに反して基本的にオープンボディの方が車重は重くなる。高い運動エネルギーを発生する車種や静粛性が重要な車種では前後サスペンションはエンジンメンバーや アクスルキャリアといったサブフレームを介してモノコックに取り付けられることが発的となりつつある車両組み立て工程の都合もある。1922年発表のランチアラムだが最初のモノコック乗用車である。車内に大きな空間が必要とされるものに適しているため、1940年代にはバスにも普及した。現在では スポーツカーから低価格車までの乗用車のほとんどがモノコック構造であるが未だにクロスカントリー車ではフレームレスボディではなくラダーフレームを採用しているアクロでボディをヒットすると蒸気の歪みにより走行不能に陥る恐れや軽量化の影響で途下中に流されることを防ぐためラダーフレームはボディはいくらダメージを受けても走行性能に影響を受けない米国では モノコックは技術用語として使われ、自動車ジャーナリズムなど一般にはユニボディが使用される。従来、車の構造を修復する機械をフレーム修正機と呼んでいたが、現在ではモノコックボディ構造が主流のためボディ修正装置と呼ぶようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。